自己紹介です。最近なんか猫ミームがめっちゃバズって新しくフォローしてくださった方も増えたので、改めて私たちの自己紹介をしていこうかなと思います。はい、チャカです。コヘです。こちらに書いてある通りです。こちらに書いてある通りです。はい、一般的なね、カップルに対する質問みたいな項目の中からいろいろ答えていこうかなと思います。はい、入籍日は3月1日です。2022年3月1日です。はい、なんか付き合った日が3月4日に近いのがいいねって言って、なんかお日柄が良かったよね。うん、3月1日覚えやすいし、すごい不機嫌そうな顔でね。入籍が友達と被ってなんか2人で結婚届を持って撮ってる写真をグループにアップしてたんですけど、みんなの旦那さんね、なんかイエーイみたいな、入籍みたいな感じだったのに、恭平だけそれを見たら恭平が焦って撮り直しました。これ違うだろ。ちなみに1枚目こちら。あれは朝ですごい眠かったから朝弱いよな、マジで弱いよね。朝弱い、本当に嫌。朝の恭平、僕の特徴朝弱いです。うん、出会いのきっかけはコミームで。ああ、デコミーム見てください。私の一目惚れです。あれ見たの、見るのが一番わかりやすいと思う。結構綺麗にまとまっとるよね、出会いが。お仕事は？お仕事は、ゲーム配信者です。嘘つきやん。そっちは副業やろ。うん、本業は一般の会社員です。私は父の会社で事務をしながら結婚式関係の SNS を発信しています。第一印象はイケメン。以上。ふわ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 、うん、どういうこと？初期の頃の雰囲気がふわふわ系の何人、うん、ああ、服がってことか。まあ、服というか雰囲気というか、うん、まあ、丸、ね、丸、まあ、見ての通り丸いし。え、デブってこと？髪の感じとか。うん、帽子もかぶってたよ。ああ、なんか初めて会った時確かベレー帽みたいなのかぶってた。ベレー帽めっちゃ似合うと思って、うん、服の感じもふわふわのなんかドフラミンゴみたいな着とった。着て、そうや。第一印象ふわふわ。プロポーズの言葉は？やってよ。何さ、ね、なんかさ、プロポーズしてくれる日にさ、うん、珍しくスタバに行こうって言ったんですよ。でも私は気が回らず気づかずに、夜じゃなくて昼が良くないとか言って、昼行ったらめちゃくちゃ人が多くて、本当は膝まずいてパカッてしてくれるんやったやろ。横から難しいね。いつもふざけてるけどこの気持ちは本物ですみたいなの言ってもらいました。あ、恥ずかしい。直してほしいところは？あ、いっぱいあるの。嘘やろ。朝の機嫌無理、直せません。朝めっちゃうざいけ。ほんと起こしてねって言うから、起きてって言うのに、うるせえなー。もう一回肘打ちされたことあるもんね。おいって当たらんやったけど。あれは俺知らんよ。記憶にない。いや、でも付き合って初めてこの人 DV 男かもしれんって思ったのが危機感じた。うん、危機感じたのが朝の寝起き。風呂に入らないところです。それは語弊がある。言い直して。はい、お風呂に入らない。言い直して。キュヘはさ、めっちゃさ早いんよ、入るのが。早いね。6時とか7時とかさ。うん、もう早く入る、うん。もうすぐ入れん。家に帰って。でも自分は11時とか12時とか。でもお化粧しとるときはさっと入るよ。うん、え、普段すごいすっぴんやけ。すっぴんでも頭のね、芯とかがあるわけじゃん。だる。だるこいつ。お互いじゃ直せないということで。はい、直せないの、それは。無理それ。うん、無理。はい、無理ということです。座右の銘は他力本願。それ結婚式で言って爆笑されとったよね、みんなに。爆笑、冗談よ、冗談。でもぴったりよ、他力本願を座右の銘に生きてるんだなっていう感じはする。なわけないやん。私は思い立ったらすぐやる。いいね。こと、じゃあ俺も帰ろう。何、自分が一番。どっちにしろゴミ。最低最低。もうだってゾンビとか来たら絶対助けず逃げるやろっていうもんね。自分を助けることができないやつに他を助けることができるかって話。かっこよく彼女を助けるゾンビ映画見てさ、感化されとるやろ。そう、あれマジで俺もそうなろうかなって。
変わろうかな。無理無理。どんな家で育った？真逆じゃない？うちの家族。そうだね、うん、MBTI で言ったら全員 I で全員 E。 うち全員擁護者だからね。すごいよね、めっちゃいい人の塊やん。なのに、うん、俺はまあでも一応あれか、内向型なのはみんな一緒だ。そうそう、みんな内向型。内向型の家とか外向型の家で、だからさ、初めて巨平の家にいた時さ、うん、あ、みんなおとなしくてめっちゃびっくりしたよ。うちも逆にびっくりしたよ、全員喋るから。そう、みんなあの、ほんとみんな猫ミームのあのヤギ。みんな一番びっくりしたのがさ、うん、車の止め方。マジで一緒、みんなな、ちょっと斜めってるんや。斜めってもあんま気にしないみたいな。あの血筋を見てしまった瞬間やね。うわすげえと思って。みんなやっぱアクティブだからさ、うん、すごい成功者って感じがするわ。なんか気持ちいいわ。でもあの喋る隙がないからね。そうっていう、なんか真逆の家で育ちました。よく一緒になれたよね。いやそれよ、いやってか全部真反対だもん。うん、全てにおいて真反対。好きな食べ物もそうやし、考え方、考え方、なんか何かを選ぶ時とか全部反対よね。よく一緒におれるんですよ。ほんとよね、不思議なんだけど、うん、お互いの尊敬するところは、尊敬するところは多彩なところ。多彩な、気分がいい。例えば、例えば、例えば、うん、まあ料理はもちろんできるし、まあ、いろんなさ、うん、SNS とかでもさ、うん、フォロワー伸ばしたりもできる、そういう戦略性もあるし、気持ちいい、まあ、ピアノとかも楽器も弾ける、歌もできる、で勉強もお勉強もできる、うん、っていう、まあ、多彩なところですね。めっちゃ気持ちよくしてくれる。そうやろ。よいしょされた。さあ次は聞こうか、気持ちよくしてもらおうか、うん、人の話をちゃんと聞いて、一回やらかしたことは絶対次、はい、ミスしないところがめっちゃすごいなって思います。結構それが自分にない部分で、自分は結構自分の意見を曲げれなかったりとか、人の話が耳に入ってこなかったりするタイプだから、言ったことをちゃんとなんか消化してくれて、でこれはやらないでとか、こうしてほしいって言ったことは絶対次からそうしてくれる。そこがすごいなって思います。もうちょっといいよ。まだ求める？まだ欲しい。あ、あとは美意識の高さですかね。結構節制できる、食事の面もそうだし、お肌をこうしたいって思ったらそのためにすごいいろいろ調べて動いて、自分磨きを欠かさないところはめちゃくちゃ尊敬してます。見習いたいです。満足？OK。 最近の衝撃エピソードは、この前、うん、旅行に行った時にこう、何アニメみたいな感じでズザザザザッこう、もう前から倒れ込むようにしてこける。あれやばかったよね。膝すりむいて、膝からもう血がドバドバ出てきて、ドバドバ出た。で結局足もくじいて、旅行中ずっと引きずって歩いとったよ。しかも温泉だったから、ね、大丈夫かと思って。まだあれ6人入ってなかったよね多分。そう、1個目入ってはーみたいな時に坂道でズザザザ。え、この年で、え、こんな風にこける人いるんだって思って、ね、そう、めっちゃこけるんやっぱさ、5.5 頭身しかないけどさ、やっぱ頭の比率が高いけどな。頭が重いん、頭が重いんかな。そうか、なんか子供と一緒よね、うん、旅行に行くためにこけるよね。うん、いやそうなの、うん、この年でこけたら結構ダメージでかいんよ。の正直エピソードはこれはね、友達に話してもめっちゃウケるんですけど、スタバにね行って、でハムサンドが食べたかったよ2人と。 でも1個しかないですって言われて、あ、じゃあキュウヘイ食べていいよって譲って、でもなんか結構ハムサンド食べたかったよ。で帰ったらむしゃ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 食べようって。で一口ぐらいくれてもよくないって、一口交換しようよってなって、それも近から持ちかけてね、で交換することになって、私はこのイングリッシュマフィン、チーズトロトロのやつを食べてたんですけど、トロトロの部分を残してたんですよ。で一口いいよって言ったら、キョウヘイは吟味した上でチーズの部分ガバクって言ったんです。やばすぎと思って、あれは結構衝撃エピソードだし、結構引きずってた怒りを。あと食に対してすごいね。すごい、だって
それさ、考えずにパクって言ったならまあまあまあ、ね、考えずに、あれ考えずに こう見てこう見た上で、あのさ、俺食べさし無理なわけえ、愛する妻でもまあちょっと気になる。だからそれを見た上で、ああこの位置からならいいかなと思ったところがそのチーズの場所。最低こういうところ行かれたんですよ。美味しかった。うざ。相手の気持ちが分かんないからさ。うん。それがね、結構宇宙人よねそこ。好きな食べ物は？ああいきなりなんか初歩的な質問になった、ね。チャックの作るハンバーグ。うん美味しいよねあれ。ばあちゃんのレシピです。私は餃子で、いつか餃子100個食べ放題に挑戦してみたいなってぐらい好きです。あいいじゃん、それ動画にしたらいい、ね、自称大食いが餃子100個食ってみた、うん、自称大食 い餃子ならいけると思うよね。最後に皆さんに一言、これからもよろしくお願いします。待って、そんだけ時間かけて炙り出した結果がそれ。まあ猫ミームから知ってくださった皆さんも、前から見てくださってた皆さんも、こんな感じの私たちなので、今後ともよろしくお願いします。